今日は中華鍋の持ち方について説明します。持ち方が悪いと腱鞘炎になったり体痛めて結構大変なので、ちゃんとした持ち方をすると体に負担がかからなくていいと思います。まあ、私もこの仕事長年やってるんですけど、結構もう体がもうあちこち痛くて大変なんで、まあ、いろいろ調べて、まあ、今の持ち方になりました。まあ、こうすると、まあ、そんなに体に負担にかかんないんでいいと思います。まあ、大事なのはやっぱり姿勢ですね。あと手の使い方、まあ、姿勢は普通に胸を張って中華鍋に対してまっすぐ立つ、あと肩をまあ開く、まあ、それを普通に姿勢のいい形で中華鍋の前に立つことですね。で、持ち手のしっかり握り方もすごい大事なんです。まず中指と薬指で握ります。それで人差し指と小指はまあ添えるだけって感じですね。もうほぼ中指と薬指で持つって感じ。それで親指で掴み握ります。それで持つとしっかり握れて鍋も振りやすいです。まあ、初めはちょっと今までと違う持ち方になるんで、やりにくかったり持ちにくい感じがするんですけど、慣れてくると、まあ、腕もに負担がかからないのでいいと思います。まあ、この握り方、手の使い方は整体師の人に教えてもらったんで、まあ、間違いないと思います。まあ、今日はそんな感じで、次は中華鍋の振り方とか説明できればいいと思っています。チャンネル登録と高評価ありがとうございます。これからも頑張るのでよろしくお願いします。